サンジョルジョ山は、スイスティチーノ州の南部にあるピラミッド型をした山。標高千九十七メートル。木々の生い茂る緑豊かな山だが、より重要な点は、中世代山上期中期に属する五つの地層から、多くの化石が産出しているところにある。その顕著で普遍的な価値を認められ、スイスの国内法で、景観保護地域に指定されるとと,ともに、二千三年には、 ユネスコの世界遺産に登録された。イタリアとの国境に近いルガーノ湖は南部が二股に分かれているが、その分かれ目に挟まれたところに位置している。行政上はメリデ、リーバシャンビターレ、ブルジノアルシツヨの産地にまたがっている。化石を含む岩石は、スイスのサンジョル城山だけでなく、地層上はつながっている、イタリア領内のベザーの一帯でも産出している。 山上期には、この地域は亜熱帯気候で、水深数メートルのラグーンがあり、部分的に暗礁によって、外洋と分けられていた。山の地層に眠っていた活石群は、19世紀にはすでに発見されていた。後に行われた中理ヒ大学とミラノ大学による調査が、全くもって例外的な産地であることを示すことになった。現在までに、 一万以上の化石標本が見つかっている。内訳は30種の爬虫類、80種の魚類、約100種の無脊椎動物、無数のミクロ化石などである。これらには海洋に起源を持つ生物の生態の証言というだけでなく、ラグーンは陸地と接していたことから、陸生の生物の標本も含まれている。サンジョルジョ山で発見されたパキプレウロサウルスの 化石いくつかの化石はこの地域で最初に発見された他に例のないものであり、セルピアーのメリデ、チェレージオなどの地元の地名が学名にも盛り込まれている。例えば、ダネラセルピアネンシス、セルピアナソリスマラジオレンシス、タニストローフィアスメリデンシス、セラシャソリスといった具合である。こうした点について特に興味がある人にとってはメリデの博物館が有益である。 イタリア領内で工業用のタール室の結晶変岩を採掘していた時に魚類や爬虫類の化石が産出したのがきっかけだった。この発見に関する最小の交換はエミリオ・コルバリアによる1854年の文献だがイタリア自然科学会の発掘調査は1863年になって行われた。1919年には古生物学者 動物学者のベルナールペーエーがメリで市内でも発見しサンジョルジョ山の化石に目が向けられた。1924年から1975年にチューリヒ大学によって系統立てで行われた一連の発掘調査によって膨大な化石が発見された。なお、現在のサンジョルジョ山の化石発掘調査には厳格な規制が敷かれているため、 大学などの高等研究機関以外の発掘は認められていない。2003年にスイスの世界遺産として登録され、2010年にイタリアにまで範囲が拡大された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。この基準は当然三畳期の化石群の算出に対して適用されたものである。メリデ シセルピアーの方面行きの道路を使ってメリドリジオからアクセスする。別ルートとしてはブルジノアルシツヨまでルガーの湖沿いに行きリーバサンビターレからアクセスする。そこからはセルピアーの行きのケーブルカーが出ている。ルガーの湖畔の小道からは徒歩2時間で頂上へたどり着ける。ありがとうございます。